ユニバース25という実験をご存知でしょうか快適に暮らせるはずなのに、みんな特定の場所に入りたがるんですね。 この辺りからですね繁殖行動が異常になってきてで交尾しようとするのがですねメスだけでなくて他のオスのマウスとか子供のマウスもですねレイプを始めるんですねあんまり残酷だということで実験を打ち切りました都市が発達してですね人口が増えて一定の繁栄状態がとどまると同性愛の人がどんどん増えるっていうのはこれはもう歴史的事実ネズミがニートになる実験どう思うです、ね、二重国籍さん、女性30代。 ちょっとね、あの、複雑な質問なんですけども、岡田さんはユニバース25という実験をご存知でしょうか ?1968 年から72年にかけて、アメリカの動物行動学者、ジョン B ・カルフーンが行った実験です。都市計画のシミュレーションとして、繁殖に必要な十分なスペースと無限の食料を与えられたら、ネズミはどのように社会を形成されるのかを研究しました。25回とも A、繁栄、 B 停滞 C 減少 D 絶,絶滅しました C の減少ではメスネズミたちは育児より毛づくろいを優先しオスネズミたちは少しずつ縄張り争いをしないニートが増え正しい求愛の仕方が分からずストーカー行為を行っていました今日本はこの C のフェーズだと感じるのですが 岡田先生の見解をお聞かせください。また、私には2人の娘、小学生と未就学児がいるのですが、この世界においてどのようなことを留置しながら育児を進めていけばよろしいのでしょうか？これあの興味がある人はですね。ユニバース25でですね。検索すれば、あとは楽園計画とか楽園実験とかですね。なんかそういう言葉でも大丈夫です。かなりのですね。都市伝説系のユーチューバーの人が語ってます。面白いですよ。この実験は面白いし、その。実験に に関するまあいろんな人の考察みたいなものも面白いんですけども。 考察はね似たよよ。うなななものになりがちなんですよつまり現代の社会といかに似ているかというかですね我々の社会もこうなるかもしれませんねっていうような無責任な疑問権くっつけとけば都市伝説ユーチューバーいっちゃわがりですからですねネタとしては面白いからネタの部分だけ鑑賞するのがいいと思います一次資料を探してみたんですけどもサイエンティフィック・アメリカのですね1962年の2月号ですねここにですね概念図が載っています人口密度 会病理です、ね、ジョン・ンカルフォーンです、ね、実験概念図が書いてありますでどういうふうなものかっていうと 2.7m×2.7m の仕切りを用意してですね 1.4m の高さですでその中にですね4つ仕切りがありますでこの4つの仕切りはここでネズミがですね、えー、渡ってる絵がありますね渡ってる絵があるとおりこの4つの仕切りはネズミにとって簡単に 超えられるようになってるんです。だからあくまで仮の仕切りにしか過ぎないですねでここにボトルを並べてここのボトルの水は毎日毎日新鮮なものを用意するとですねでこのサイロみたいなものにはですねこれ餌箱なんですねでこのサイロの餌箱からはですね餌を何本でも食べれるようになっていると餌がですね何か所もあるから、まあ、好きな場所から餌は食べれるんですよ ここ、周り階段が4箇所あるんですけど、この周り階段でですね、5つのフロアの中にそれぞれ4つの部屋があって、どこにもですね、ネズミや巣を作れると。巣は2箇所入り口があって、外側が通路になって、中に5つ部屋があると。で、どこにですね、ネズミがいるのも可能っていうふうになってます。 例えばここであの育児することも可能だしといな、ね、縄張り意識が強いネズミは1匹だけで部屋を占領することもできるしというですねフロアが5つあってそれぞれにです、ね、5つ部屋があるのでこの概念図だけで部屋数は100個。 あるんですね。実際にですね実験したときに真ん中にいるのはですねカルフーンですね。実際に作られたですね2.7メートル ×2.7 メートルのですね施設はですね16個の敷きこの敷きはすごく背が低くてネズミが簡単に乗り越えられるようになっています。しきりごとに4つの給水場所があって上まで金網でネズミが簡単に登れるようになってそれごとにですね4つの給水ボトルがあります。 ここに4つのフロアがあってそれごとに4つの巣が入ってますですから4フロア ×4 つの巣の穴 ×16 個あるのでですね全部で256個の巣穴があることがわかりますねこのですね、えー、全体ですね 2.7m×2.7m のですね、えー、実験場はですね最大で快適にですね9500匹ぐらいのネズミがですね住めるはずなんですよ で、ここにですね、このマウスの楽園、ネズミの楽園にですね、なんで楽園かというと、もう温度管理バッチリで、あらゆる病原菌を持ち込まないようにしといて、で、新鮮な水が毎日用意されて、もう豊富なですね、えー、餌が用意されてる。で、なんでこれが別名、楽園実験かと呼ばれると、人類はこの楽園が欲しくて、 進化してしててききたた発展はずだと。で大体のですね、あまあ、ああの、薬剤の原因っていうのは食料不足、新鮮な水不足、病原菌ですね、あと土地争いなどで起こるから、 これら全てを完璧に満足された状態をネズミに与えればどういうふうになるのかとオス4匹メス4匹のネズミをですね入れることでさあここで自由に暮らしてみなさいというふうにしたんですねで最初のうちはですねネズミたちは落ち着かないんですよ慣れなくてですね緊張してるんですけども次第にですねまああの環境に慣れてきてですね巣作りが始まってもう縄張りをですねお互い決めましたで、えー、最初のネズミが生まれたところですね104日 かかるわけですね。55日でですね。ネズミはですね。妊娠して出産するのでですね。環境に慣れるのに50日で次にですね。やっと繁殖が始まって最初のネズミが生まれるまでですね。55日ということでですね。まあ、1日目から104日までをですね。フェーズ a というふうに言います。だからえ、二重国籍さんがですね。書いている。 A、繁栄 B、停滞 C、減少 D、絶滅のこの A ですね、この繁栄っていうのはですね、最初104日目までのですね、ネズミたちのですね、段階を示しています、出産が開始しました。フェーズ B が停滞です、個体数は620匹まで生まれました、ここまではですね、55日ごとに倍々で、本当にネズミ団で増えてるんですけども、社会に階層が生まれてですね、部屋積みとフロアずみというですね、 2つのです、ね、種族に分かれ始めました。つまり巣穴に住めるですね高等ネズミというかですね上流国民のネズミとですねフロアに住むですねホームレスのネズミたちに分かれ出したんですね315日目でですねあの繁殖数が下がりだすとここまでがですねフェーズ B です個体数はですね620匹にまで増えたんですよ で本といえばここから先もですね55日ごとにですね620匹が1200匹に1200匹が2400匹にというふうに増えるはずだったのがですね繁殖率が下がりだしますそこから繁殖率が下がりだしてですねフェーズ C です、えー、減少期ですねマウスはですね特定のテリトリーに集まりだしますこれがね不思議なもんでですね実はですね部屋ごとに同じ数のマウス住まないんですよ あるですね、マウスはですね、このようにですね、過密する巣箱の中にしか住みたがりません。本当はですね、これ15匹、あの、マウスが入るんですよ。で、15匹が快適に入れる巣箱に対して、 1> 1匹のです、ね、マウスが牛詰めになってるんです、ねで。特定の巣箱にです、ね、同じ時間に、えー、もうみんな入ってそこで寝たがるんですよで餌場も特定の餌場にだばっかり行きたがるとでそこで,です、ね、餌を奪い合うんですね他にですね見て分かる通り餌を食べるところなんて本当に無限にあるんですよここ全部餌場なんですよこの真ん中のこうなってるところがですねだから16個のです、ね、エリアごとにです、ね、餌をあげるところがですね 7×7 の49箇所す あるんですけども、それらを全く使わないんですね。特定の餌場にですね。ネズミたちが集まって場所を取り合うんですよ。全ネズミがですね。快適に暮らせる。こういう巣穴があるはずなのに、こんな風に住めばいいのにです、ね、世界的にさあ入ればいいのにですね。みんな特定の場所に入りたがるんですね。結局3分の1しか。 巣箱の中で暮らせません。で残りはですね、フロアで寝るホームレスネズミになるわけですね。で三分の1のあの巣箱に入ったやつらは集団を作るんですよ。集団を作ってですね、アルファオスと言われるですね、あのボスですね。ボスは気に入ったメスだけを巣穴に入れるんですね。だからそこでは普通に繁殖というか育児も行われるんですよ。ボス以外のアルファオスたちはですね、餌を独占しようとするんですよ。なぜか餌は何ぼでもあるのになぜか他の いか,かるんです、ね、で他のネズミをですね襲って凶暴化するんですよ。この辺りからですねこのアルファオスたちつまりボスと一緒にいる集団生活をしているです、ね、ネズミたちはちょっとおかしくなってですねメスだけでなくてですね他のオスのマウスとかですねあと子供のマウスもですねレイプを始めるんですねつまり繁殖行動が異常になってきてで交尾しようとするのがですね メスだけじゃなくなってオスもですね繁殖しようとしてですねあの犯そうとするしあと子供もですねそういうようなことをしようとするんですね明らかに変なことを起こってるんですよでこれが全体の3分の1集団を作れた巣穴に住めるエリートオスたちの行動なんですね。 3分の2はです、ね、集団を離れてです、ね、床で寝るんですよフロアで寝てるです、ね、もう本当にマジにホームレスのネズミになるんですねでこのホームレスになったネズミたちは自分たちを防衛するためにつまり餌場にも行けないわけですね。餌を食べようとか水を飲もうとしたら他のオスに襲われるので,です、ね、行動時間がです、ね、その集団のオスが寝てる時になるんですね。 集団のオスたちはなぜか同じ行動を取りたがるので同じ時間に起きて同じ時間に餌を食いに行きたがるんですよ。もう本当にサラリーマンと働いてない人たちぐらいの差が面白いことにできるんですね。でその床で寝るですねニートのネズミたちはですねコミュニケーションしなくなるんですね。つまり えー、集団行動をとってコミュニケーションをとるのはその凶暴な巣穴に住んでるオスたちだけになってですねフロアで寝てるです、ね、ネズミたちはコミュニケーションしなくなり繁殖もしなくなるんですねで食って寝るだけなんですよでメスにも相手にされませんしですねでおまけにです襲われても反撃しないんですねこの あの巣箱に住んでいる三分の一のオスは戦うんですけども三分の二をですねフロアで寝てるネズミはですね襲われてもですね反撃しないし逃げることすらしないんですよじっとするんですね <laughs> じっとしてですね嵐が過ぎるのを待つんですよこれがあの。 床に住んでるです、ね、オスなんですけどメスはどうなるのかっていうとです、ね、メスはです子、ね、オスが生まれてもです、ね、凶暴な集団オスから襲われて、まあ、あの交尾するんですけどその結果子供も生まれますよね。ところが生まれた子供っていうのは巣箱で住んでいるネズミたちはオスが守るんですけども床で暮らしてるメスを守るオスなんていないわけですね。 なのでですね、凶暴化して、ね、オス化するんですよ。つまり、メスだけであの集団で暮らすようになって、メスがどん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 オス化するんですよ。オス化するとどうなるのかっていうと、育児を放棄するんですね。子供たちを自分のテリトリーから追い出したりするんですよ。自分が産んだ子供たちなので。で、早い段階であの子供ネズミを巣から追い出して、追い出された子供ネズミはですね、アルファオスから逃げるため、やっぱり床で暮らすしかない。つまり、ホームレスネズミのメスから生まれた えー、ネズミはですね全てホームレスネズミとやっぱりなってしまうわけですね実験開始からですね560日目ですね出生率と死亡率はほぼ同じになってですね個体数は2200匹ここがもう一番増えた状態になるんです。こっから増えなくなっちゃうんですねで600日目からですね、えー、死亡数の方が上回って子供がどん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 生まれにくくなりですね、えー、人口のですね減少が始まります 絶滅というやつですね。育児放棄されて床で育ったネズミというのはですねなんせあのもう繁殖の仕方も分からないしコミュニケーションの仕方も分からないんですよそうするとた戦わないし繁殖もしないとで他のネズミを避けてばかりいると他のネズミが避けて他のネズミが動かなくなった時にだけ動いて餌を飲んで水を飲んで,でずっとね毛繕いするんですね 他のネズミですいうのはある程度餌食べようとした他のネズミにですね噛まれたりとかですねあ,のあと毛繕いしてる暇なんかないんですけどもこの育児放棄されて育った世代のネズミたちですねもうほとんどのネズミは今そういうふうになってるんですけどもそていか最終段階にたそうなるんですけどもですねえ毛繕いばっかりしていて襲われてないので,です、ね、傷もないんですよ。でいつもいつもです、ね、毛並み整えるんで美しい毛並みになってるんですね。でカルフーンは これをです、ね、美しいネズミですというふうに命名しましたボスネズミとかアルファオスの子孫たちもやがて全てこの美しいネズミになってしまってですね個体数は減少減少減少で減り続けてついにどのネズミも交尾しなくなってですね全てのネズミが美しいネズミになって実験開始から4年目ですね122匹にまで減りましたもうこっから先増えないんですよこいいつら、らら。コミュニケーションを取らないから 交尾もしないからですね。あの毎日餌を食べて水を飲んでじっとして毛づくいをして美しいだけなんですよね。カルフンはですね。ここでまあ、人道的な理由というかですね。あん、あんまり残酷だってことで実験を打ち切りました。この1、22匹の生き残ったですね。美しいネズミをですね。健康な。 ネズミのコロニーですね普通のネズミの集団に移したんですよでこれだったら社会性を取り戻すかと思ったらですね美しいネズミたちはその普通のですねネズミのコロニーですね集団に溶け込めずですね社会に適合できずそのままずーっと自分たちの毛作りをしたまま絶滅していたそうです えー、実験はですね、25回繰り返しされた。だからユニバース25なんですけど実験25回繰り返されたんですけども全てが同じ結末でいろいろ解釈できるけどもまああのこれねこっからいろいろ学ぶべきことを考えるようなことはあると思うんですけども。 こんな面白い実験がですね、1968年から72年の間やられてですね、追加実験っていうのが僕見た限りないんですよね。このジョン・カルフンっていう人をネットで調べても僕もネットでしか調べてないんですけども、この実験以外で出てこないんですよ。なので、これ、この実験の意味とか解釈に関しては、 一旦落ち着いた方がいいと思うんですね。二重国籍さんの子育てについて何か言うことがあるんだったら、まああんまりこれを自分の子育てと強引に関係づけない方がいいと思うんですよね。いろいろ当てはめたくなる気持ちわかるんですけど、世界とか自分とかですね、あの仮説みたいなものと私っていうのをくっつけるときにはコツがあってですね、こういう場合に使えるよっていうのはね、自分の特殊性を納得するときなんですね。例えば、同世愛の人たちがですね、なんで自分たちはそうなんだろうと。 例えば、こういううういい実験ととのは有効だと思うんですよ。つまりあのローマ時代にしてもギリシャにしても都市が発達してです、ね、人口が増えて一定の繁栄状態がとどまると同性愛の人がどんどん増えるっていうのはこれはもう歴史的事実。 な,んですねえー、なのでですねなんで私はこうなんだろうと私は本当の姿はこうなんだ私は生まれつきこうなんだと考える時にでもこれは社会圧力とかでこういうふうになったのかもしれないっていうですねなんかこう自分を客観的に見る材料の時にはこういう実験っていうのはものすごい役に立つかもしれないんですよ。 事件みたいなものを自分と照らし合うときに使えないのはですね、日常とかですね毎日反復するような作業に落とし込むときですね。例えばその我が子をどうするか教育どうするかみたいなもんで、こういう日常作業にですね、私とは何か社会とは何か歴史とは何かっていうを当てはめると失敗しやすいんですよ。成功中毒という通り、成功中毒という四文字熟語はですね、晴れた日は畑を耕して雨が降った日は本を読むっていうこの言葉通りですね。 そのゆっくり考える時間の時だけ。 例えば、日常の夜というです、ね、このゼミを見てるような時間こういう時間の時にこの実験のことを知っていろいろ調べてなるほどそうかもしれない今という時代はこうかもしれないなというのは役に立つんですけど次の日の朝になったら一旦ケロリと忘れて日常に戻って普通の生活をした方がいいとつまり悩む時いろいろ考えたい時に使う面白い話としては使えるんだけども育児にはねあんまり使わない方がいいと思います。こういううい日のの夜にに考えて遊ぶ時に使うのが、 いいんじゃないかなと思います。岡田さんは、同性愛についてどう思いますか世の中で容認派が増えていますし、それは良いことですが、過度に尊重されるのも違うと思います。うん、単なる特殊性癖でしょ <laughs> 単なる特殊性癖かな同性愛については分かんないんですけど、単なる特殊性癖って、趣味の問題なのか、脳の中の回路の組み違いなのか、よくわかんないんですね。うん、つまり、趣味・思考とか生き方って、 どれれらい変えれるもんなんですかね。今コメントで流れたロリコンの人はロミを辞めれるのかっていうのとあと性同一障害の人はもうこれは完全にあれですよね本来男として生まれるべきなのに女の体に生まれてきたっていう被害者なのでですねこれはもう趣味嗜好の問題ではない特殊性癖の問題ではないと思うんですけども同性愛全般か。 分かんないでしょうね。似たようなもので考えるしかないと思うんですけども僕らの趣味の中で人様から辞めりゃお酒とかバクチとかですねまっすぐな生き様とかですね損得感情をついついしてしまうとかですねいろいろあると思うんですけどもその辺のことでも僕らはやめられないんで人のことに、まあ、口出ししてもしょうがないと思うんですけどもこれはまあ単なる特殊性癖と捉えた場合。 なんですよ特殊性癖でもうこれ身体的なもんなんだって言ったら僕らがあれこれ言うべきではないんですけどもし特殊性癖の問題だとしてもですね過度に尊重されるのも違うと思うそうですね。 単なる特殊性癖の問題だとしたら同性愛をみんな悪いことじゃないって言うんだったらロリコンだって悪いことじゃないって言ってほしいですよね。で同性愛で迷惑をかけてないんだから構わないんじゃないかって言うんだったらロリコンで迷惑かけてないても構わないっていうふうに言ってほしいですね。でロリコンは国際的に認められないって言うんだったら国際的に認められなくてもとかだって諸外国では同性愛は認められてるのに日本だけは遅れてるというふうに言うのであればですね諸外国はロリコンに関しては、遅れてるというふうに考えることもできる。<laughs> いやそんなことを言い出したら異性愛者だってレイプ犯の被害者存在するし同性愛だって同性愛によよ。るるレイプはあるんですよだから被害者が存在するということとその趣味思考がいい悪いは全く別の問題であってロリコンは趣味であってロリコン犯罪とロリコン被害者っていうのはですね別物は別物なんですけどねというふうに考えないとまあ仕方がないんですけどもさてそれは世の中に この僕の考え方はニュートラルかもしれませんが論理的かもしれませんが倫理的かと言われると <laughs> 常識的かと言われると社会的かと言われると NG でございま今日こっからあとの話になるです論理的なことっていうのはですね必ずしも便利なことでもなければですね正しいことでもないっていう話はこのこの辺でありますね。全ててののの価値観に関してフラットでででああればです、ね、自分の中の趣味である限り、ロリコンであろうと この2つを並べると同世愛の人嫌かもわかんないんだけどもイスラム国であろうとオウムであろうとそれはもうその人の勝手なんですけどもそれを勝手としない人の考え方に対して人の価値観に関してそれはいいそれは間違ってるみんなでこういうふうにしようよっていうのが僕らのいる社会なわけですね。なので個人としてあくまで自由であり続けようとすれば社会的でなくなっちゃう反社会的であったり非社会的であったり。 このつ意味が違います。社会に対して自分の生き方を通そうとして社会を壊そうとするのが反社会的社会に対して自分の生き方をこっそり通して社会なんか関係ねえよっていうのが非社会的ですね。で非社会的なものは別に構わないんですけども往々にして非社会的っていうのは自分の正しさを証明しようとして反社会的になりがちなのでですね同性愛に関してどうなんですかまあ同性愛はもうでに昔はですね同性愛であれば、 罰せられた時代があるとイギリスのですね。諜報部に勤めていた電子頭脳のですね。開祖みたいな人いましたよね。チューリング博士なんて同性愛だったためにですね。逮捕までされちゃいましたからですね。それはですね。反社会的だったんですよね。でも今は同性愛であるという風なこと自体は？ ほっといてくださいという非社会的な問題になっていると。でも、国によっては、私たちが同性愛なんだから、権利認めろっていう社会性のある問題になっているんですけども、なかなかそれは、ロリコンの方にまでは回ってこないし、ですひ、ね、もての方にも回ってこないんで、すね。まだ僕たちは反社会的にならないぐらいしかやることはないですよね。次は、シュシュさん。女性10代。横田さん、こんにちは。相談です。私は小学校以来の同性の親友がいます。まあ、女の子の親友ってことね。私は、その子に彼氏ができた時、名前も知らない彼氏に嫉妬しました。フムフム 彼女に過去一度だけされたキスも彼女の存在も日頃から頭から離れませんまるで恋のようです彼女と付き合いたい触れ合いたいという欲は出てきませんはあ恋じゃないかもわかんないね <laughs> 彼女は私を特別な親友と言ってくれましたしかし、えー、彼女は人間に興味がなく見切りをつけたらすぐに離れるタイプだと知っているのでこの恋かもわからない重い感情を伝えるのは怖い。 彼女は、えー、上に書いた通り多分ノンケ。つまり、まあ、レズビアン的な要素が全然ないので、恋だと割り切って伝えてもきっと実りません。私はまだ就職しておらず、彼女を幸せにする自信がないので、思いを伝える気はありません。もう、ここまでだったら完結してるよな。おいおいおい。で、で、なんだ、相談は。私ものんけのはずなので、いや、違うと思うけども。いや、まあ、ノンケかどうかは別、問題じゃないよね。そんな、ノンケ100%、どうせや100%という人、多分現代ほとんどいないんだよ。 なんか血中ノンケ濃度とか血中レズビアン濃度みたいなもんで,でそれがなんか体調が崩したり周りの環境が変わったりしたら例えば女子校に入ったらなんかレズビアン濃度がシュッと上がるかもわかんないし周り急に男ばっかりの職場に行ったらノンケとかシュッと上がるかもわかんないけどもそういうなんか血中濃度みたいなもんだと思うんですけどね私もノンケのはずですが彼女への重い感情を自覚してからはなぜか新しい恋もできません。 7年以上居座っているこの感情を、彼女に伝える以外で、早く消すにはどうしたらよいでしょうかつまり、これを消したいわけ、忘れたいわけね。シュシュさん、10代ですよね。10代で書いてて、7年以上居座っているこの感情ってことは、もう本当に小学校以来、ずっとそういうふうに思っているとことなんでしょうね。で、ということはね、それはね。 生涯の趣味だと思うんですけどね。それはもうあの僕みたいに例えば怪獣が好きとかなんか宇宙船が好きとかロケットが好きっていう10代の前半で刻まれた趣味としてのこのタトゥーみたいなものでそれは外れ外ないと思うんですよね。なので趣味だから無理やり消そうと思わずにほっといた方がいいんじゃないですかね。自分は例えば ノーマルじゃないんだろうかとか自分はどうせ愛者なんだろうかとか自分は男性には恋をできないんだろうかって考えるんではなくて私には 好きな女性というか、もうそう特定なわけですよ女だったら誰でもいいんじゃなくてその子だけなんですよじゃあその子が好きだっていう趣味があるっていうふうに考えといていいと思う。でまあ二次元に恋してる人もやっぱあれは生き方ではなくて僕は趣味だと思うんですけど趣味ってそれぐらい重いもんなんですよ逃げられないもんで新しく恋もできないと例えばこの今の彼女への感情を消さない限り新しく恋もできないというふうに言ってるんですけどもそれはね7年間そうだったからもそもそも そのシュシュさん、恋愛が苦手なだ,けじゃないですか,だから彼女への感情を消したらあの新しい恋ができるっていうんじゃなくてそもそもあんまり恋愛が苦手だからこそ自分のことをどうとも思っていないかつて一回キスしただけの相手に恋愛じみた思いを抱いてずっと生きてるっていうことじゃないのかなだから彼女への感情を消しても何も別に生まれないと思います趣味が一個なくなるだけで。 だから、ここから先は新しい恋もできませんとか彼女の思いを消すにはではなくて今は10代でしょうだからここから先なんかね猛烈に意味なく口説いてくる男いると思うんで,、ね、くくいで,いうんでそいつとしばらく付き合ってみてでそこから彼女とはかりにかけて考えるぐらいでいいんじゃないかなというふうに思います。 すみませんね。なんかあんまり役に立つような返事ではなくてですね何せあの同情してないですから <laughs> よく気持ちは分かんないけどもなんとなく仕組みは分かると。 なんか僕は思ってますあの SF についての質問とかですね意見とかですねこれ違うよっていうのもどんどん書いてくださいあの,この岡田敏夫ゼミっていうのは基本的にゼミが本編だとしたらですねそのディスカッションの場っていうのはコメント欄みたいなもんなんですね是非ともコメント欄を見てですね参加したりですね自分で質問を書いたりあと質問を見た人で答えられる人はですねちょっと答えてあげてくださいよろしくお願いします岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます是非是非チャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく